はい、山種美術館さんでですね、この百花繚乱という展覧会は4月の10日から始まっています。日本画といえばですね、やっぱ花の描写は欠かせない要素ですけれども、この中でですね、川端龍子のこの大作ですね、これというのは、最近、日経 の、 あの文化欄で川端龍子が2週にわたって大きく取り上げられてますけれども、最近ちょっとね忘れられがちな作家ですよね。日本画のエネルギーみたいなものをですね、この展覧会地図で感じていただけたらいいんじゃないでしょうか。私どもではまだ行ってないですけれども、ぜひ伺いたいと思ってます。よろしくお願いします。